私自身の中ではオリンピックに行きたい、オリンピックでメダルを取りたいっていう目標を持って、まあ、子供の頃からやっていたんですけども、まあ、やっぱりメダルは日本人は取れないから参加すること、決勝に行くことが目標なんだよって自分が発する目標をいつも上から大人たちが否定をしてくる、で違う目標を埋め込もうとされていたような記憶がすごく強くあって、多分スイスに行ったの23歳の時で、まあ、その時もう日本チームの代表として活動して7年経っていたんですけども、まあ、オリンピックにも2回その間に出させてもらって、でもなかなかこの世界のトップに行けない、その世界の第一シードと言われるトップ16というところまではどうにか行くことはできたんですけども、そこからさらに上に、まあ、表彰台に行ったり世界選手権オリンピックでメダルを取るってなった時に、ちょっと限界だなって壁を感じて、でもどこかこう心の中に諦めることができなくてスイスに行くことを決めました。もちろん環境も良くなかったですし、金銭的にも苦しかったですし、ヨーロッパの文化のスポーツの中で生き抜いていくにはやっぱりアジア人っていうハンデはすごく大きいなっていう、スイスにいる間は居候してベビーシッターしながら家政婦みたいな仕事をずっとしながら、その中で練習をして銀メダルを取ったので、例えば他のアスリートに比べたら練習時間は極端に少なかったんですね。きっと今皆さんが思い描く竹内智香っていうのはとにかく前向きでポジティブで、もう本当にどんなことにも立ち向かうっていう、そういう強いイメージは昔からあったのではなくて、スイスに行って養った部分が大きいと思います。